皆さんおはようございますす小紫真由美ですえ今日は私の発行しているメルマガをお読みいただいている読者の方からいただいた嬉しい、えー、メールこちらちょっとコピーして印刷したんですけれども、えー、そのメールを紹介したいと思います、えー、こちらは石川県加賀市で大正寺治療院という新旧整体マッサージ業を営んでおられます友広圭介さんという方なんですねもちろんご本人にご了承を得てお名前を出しています 私が、えー、先週末ですね、えー、に石川県の加賀市の加賀商工会議所でたった2分で仕事につながる伝え方、えー、自己 PR というテーマでセミナーをしたんですがそこにも、まあ、地元ということで友博、えー、さん足を運んでくださいましたそしてセミナーの翌日朝友博さんからいただいた感想のメールです読ませていただきますおはようございます 昨日は数々のごご指南ありがとうございました。政治家に必要なものは地盤看板カバンと言われますが私が昨年春開業するにあたってないものは地盤だと思っていたんです東京で20年やってきて予約の取れないマッサージ師でお金は半年無給でも困らないくらいは蓄えがあって開業し私の施術さえ受けていただければ繁盛すると思っていたんですね それでで月間無料ありましたしかし甘かったですね。ないものは看板だったんです。昨日教えていただいた名刺の渡し方いただき方その名刺の文言自分のセールスポイントそしてそれを誰にするのかそれらを明らかにするために自分と自分の仕事を深く追求してもっと知ること身にしみました。 私は今まで自分を客観視してきたつもりで自分なりにマーケティングをしてきたのですが小紫さんのアドバイスでどこをどう捉えてどう表現すると最強の効果があるのかと本気で反則したいならそれをしなければこの世の中勝ち抜けないということがよくわかりました素材は私の中に眠っているのですね 小紫さんに掘り起こしていただくのもきっと心地よくて良いのですが自分探しに自分で自分を客観視してみます行き詰まったり路頭に迷ったらアドバイスを超いますのでその説にはよろしくお願いいたします小紫さんとご縁をいただきましたこと本当に感謝しております今日は小紫さん地元でお仕事でしたね私は何でお客様がうちに来てくださるのか早速聞いてみますというこういう メールを智弘さんがくださいました。智弘さん、こちらこそご縁に感謝しています。本当にありがとうございました。本当にね。長文でいただきました、えー、非常にね。そのまあ、セミナーをやった。そして、私自身のその考え方とかノウハウを伝えたことがまあ、やって良かったな。という、えー、嬉しい気持ちもそうなんですが、私はもう智弘さんにあのとっても学ばせていただきました、えー、この方はすごいなと思う点があります。それは行動力です。 まず私のセミナーを受けていただいて自分がこれからやることメールの最後の方で書いてあったんですがなんでお客さんがうちに来てくださるのか自分の治療院に来てマッサージや鍼灸、整体を受けてくださるのかそれを聞いてみます。 これは私がセミナーの中で自分自身を客観視する自分の強みを知るためにどうしても自分目線で自分を分析すると、まあ、独りよがりとかお客さんが求めていない売り方をしてしまうのでお客様実際に買ってくださったお客様の声を聞きましょうということをちゃんと、えー、強く言ったんですねそれを早速今日実行しますっていうもう行動項目行動目標を上げてらっしゃるところがすごいと思います そしてですね、ひろさんは、えー、他にも,もう具体的に動いているんですね、えーと。私のセミナーは新潟で開催することがメインなんですがひろさんは、えー、実際に名刺交換の時の、えー、セールストークとかお客様との、えー、コミュニケーションを、えー、そういうセミナーを受けたいんですがやっぱり新潟でしかないでしょうかと具体的に私に聞かれました。 で私が戦略的名刺交換営業術という DVD がおすすめですよと私が発行している DVD なんですがお伝えするともう早速それを購入されてもうご自分で勉強を始めてるんですねセミナーの翌日には早速アクションをとっています。 そしてえ、さらにこのあとメールがまた来たんですけれども私のセミナーを受けていただいた後、早速自分自身の強みをちゃんと反映した名刺を自分で作りましたとそういうふうにもうとにかくアクションが早いんですねもうお客様の声を取るそして DVD を購入して自分が知らないノウハウはプロから学ぶそして自分ができる範囲で名刺は作る友博さんはただ単に、えーまあ、プロから プロに任せっきりとか依存するというのではなくて自分ができる自分を客観的に掘り起こすということは自分でまずやってみますでも自分自身の中にないノウハウはちゃんとそれを補ってくれるものから学びます DVD、まあ、で買うとかまたもしかするとどなたかのセミナーを受けるということかもしれませんがそこを明確にちゃんと自分の中で把握して早速アクションにつなげているというところがこれはもう本当に見習いたいなというふうに思いました 行動を早く取ることあれこれ考えていてうまくいくかな失敗しないかなと考えていて行動しないともったいないんですよね動くことでうまくいかなかったそしていったことの中からじゃあ今後何をすればよりうまくいくのかっていう絞り込みができますそうすることでそれをどんどん行動と振り返りを繰り返すことによって成功のループに乗っていくと思うんですよね そういう意味でももうこの方素晴らしいもともと東京でキャリアがあって東京自体予約の取れないマッサージ師ということで腕はもうね技術もスキルもありますそしてねもう実際会って本当に惚れ惚れしたんですがとっても人柄も人当たりも良くて素敵な方なんですねということはご自分で言っている看板とおっしゃったんですがその自分自身の魅力であるとかスキルそして売りというのをちゃんと伝える言葉 それを例えば名刺であるとか、えー、ホームページチラシといったプロモーションツールに落とし込んだり対面での自分のトーク、えー、自己紹介に落とし込むことで必ずビジネスが広がっていくと思います今日、えー、は、えー、いただいたメールのね、えー、ご感想セミナーを受けていただいてのご感想を紹介しました私自身もとても嬉しい気持ちで、えー、もっともっと自分にできることをこれからもやっていこうと思っています友博さんありがとうございました ということで今日はここまでにいたします。それではまたお会いしましょう。小村崎舞美でした。